アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界が再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆さんこんにちは、道楽屋いちゃです。令和5年9月9日場所は広島広域公園第2球技場にて、2023中四国アメリカンフットボール選手権1次リーグの一戦、山口大学ギャンブラーズ対広島大学ラクーンズの一戦が行われます。試合開始17時キックオフ予定です。現在両チーム試合前のウォームアップを終わりまして、試合開始の時を迎えようとしております。両チームのご紹介をさせていただきます。本日は手前側に陣取りますのは山口大学ギャンブラーズ。このフィールドの青色に、まるで染まるかのような鮮やかな青色のユニフォームをまとっての本日の一戦です。創部は1980年、歴史を持っているチームです。1990年代後半においては中四国学生リーグにおいてその強豪の名を欲しいままにしておりましたが、しかし長く2部に陥落しておりまして苦しい苦渋の時を過ごしておりました。しかし昨シーズン見事に1部に昇格し直し、その年に見事25年ぶりの中四国制覇を果たし遂げ、今シーズンその連覇を果たさんとこの一戦に挑んでおります。対しまして本日反対側に陣取りますのが、本日はホワイトのユニフォームをまとっております広島大学ラクーンズ。1977年のこちらも歴史ある中四国のチームです。長くその陣容を強く高く誇り、常に中四国の優勝争いを演じておりました強豪チームでありますが、昨シーズンその力を遺憾なく発揮しようとした矢先に、この山口大学に苦杯を喫しまして無念の涙を飲む形になりました。再び中四国の優としてのその名を届かせんとこの一戦に挑もうとしております。この要因によります一戦が間もなく行われます。現在両チーム最後のその試合前の確認と、そして劇を飛ばし合う形でその鼓舞志を鼓舞戦としておりまして、その試合前に向かいましての現在調整を行っております。本日の配信は中四国アメリカンフットボール協会の許可を得まして実施しております。その機会をいただきましたことをこの場を借りて御礼申し上げます。中四国学生リーグは他の大学リーグと異なる試合形式を行って運用しております。一部加盟校は4校ということもありますが、この4校によります総当たりのリーグ戦を行いまして、このリーグ戦によりましての順位をもとにして最終的に再びトーナメントとして決戦を行います。今シーズンはその4校のうち3校によるトーナメントという形になりました。一旦これで順位が決まりまして、その3校によりましての甲子園ボール、その一つの座席をかけましての戦いとなっております。その意味で言いますと両チームとも初戦を勝利という形で収めております。いいかですと、この一戦に勝利しましたチームがそのトーナメントの上位チームという形になりますので、この一戦ともにその優位な地位シード権を円とするその一戦になります。両校とも現在の中四国の位置に争う強豪チームとして名を馳せております。その両雄が今見える一戦としてぜひご注目していただきたい一戦でもあります。さあ、まもなく試合開始の時を迎えます。令和5年9月9日本日の第一試合、場所は広島広域公園第二球技場にて、2022中四国アメリカンフットボール選手権1次リーグの一戦、
山口大学ギャンブラーズ対広島大学ラクーンズの一戦が行います。試合開始17時キックオフ予定です。両チームキャプテンが中央に集まりまして、これより試合開始前のコイントスが行われます。手前側に陣取りますのが山口大学ギャンブラーズ、奥側に陣取りますのが広島大学ラクーンズです。前半、広島大学、嬉しい。山口大学キックオフ、広島大学リターンで試合が始まります。さあ両チーム散りまして、最後の撃を通します。この試合は1クォーター12分の正式ゲージで行われます。コイントスの結果、青色のユニフォーム、山口大学のキック、白色のユニフォーム、広島大学のレシーブで試合が開始されます。両チーム、フィールドに散りまして、まもなく試合開始のキックオフです。まず試合は、山口大学のキックオフで試合が始まります。キックオフを務めますキックオフキッカーは山口大学の81番の山下、豊富高校出身の4回生が務めます。対しまして広島大学リターナーには81番と31番を配置しました。31番は辻村、虎姫高校出身の1回生、81番は松岡、松山中央高校出身の2回生です。広島大学リターン31番、ナイスリターン。リターン31番ボールを持ちまして中央突破、そこから右オープン展開してハーフウェイ付近まで陣地を返して、この位置から広島大学の攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権継続とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは山口大学リターナー31番の素晴らしいリターンによりまして、自陣45ヤードからの攻撃になります。失礼しました、広島大学の攻撃です。広島大学ファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまず中央へランプ、ランニングバックに打たせまして中央突破を図りました。託されたランニングバック1番、見事に中央突破を果たしまして、タックルを受けながら約4ヤードのゲインです。倒された地点までが前進距離となりますので4ヤード獲得。従いまして広島大学2回目の攻撃、セカンドダウン残り6ヤードの状況に入ります。キャリアしましたランニングバック1番は吉村、恵那高校出身の3回生です。広島大学セカンドダウン6、ボールオン自陣49ヤード。これは山口大学ナイスです。再びランニング枠1番に託しまして、中央突破を図りました広島大学。しかしこれは山口大学ディフェンスライン陣奮闘しまして1ヤードロスと変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。広島大学1ヤード下がりましたので、3回目の攻撃は残り7ヤードという状況になります。広島大学相手陣、失礼、自陣48ヤードからサードダウン7。
パス不成功。ここで広島大学は攻撃陣が開始地点より後方より一度だけできる前パスを展開しました。これにより一気に前進を図りましたが、しかしこれは山口大学ディフェンスのカバーよくパス不成功。パスが失敗しますとボールは元の位置に戻され、攻撃権は一つ失い次の攻撃になります。従いまして広島大学フォースダウン、最後の攻撃権になります。さあこの最後の攻撃をどのように使うか、広島大学フォーメーションを変えましてパントフォーメーションとします。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかし攻撃権は失います。これによりどこまで返せるでしょうか。このパントによりまして広島大きく陣地を押し返す形になりまして、攻撃権は山口大学陣20ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権変わりまして今度は山口大学の攻撃と変わります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権で攻撃権継続を図るか、得点を狙うか、あるいはその陣地できる限り優位な形で試合を展開できるようにその作戦を考慮する競技でもあります。さあ結果的に攻撃権変わりまして今度は山口大学の攻撃に入ります。攻撃の位置は山口大学自陣20ヤードの位置から山口大学ファーストダウン10。パス不成功。山口大学はパスプレーから入りました。まずクォーターバック4番、ワイドレシーバー10番にパスを投じましたが、10番これはわずかに届かずパス不成功となっています。山口大学セカンドダウン2回目の攻撃に移ります。残りセカンドダウン10ヤードです。山口大学セカンドダウン10、ボールオンは自陣20ヤード。パス成功。さあしかしここでどうなったか。ここで山口さんにミスが発生しました。レシーバーはこれをパスキャッチしましたが、その時にボールを落としました。落としましたボールはどちらが取っても構いません。それを確保しましたのは広島大学。この時点で広島大学の攻撃に変わります。広島大学ファンブルリカバーで攻撃権交代です。ターンオーバー。さあビッグチャンスが訪れました広島大学。相手陣27ヤードの力の攻撃に入ります。さあゴール前エンドゾーンまで27ヤードの絶好の位置、どのように生かすでしょうか。広島大学ファーストダウン10。さあまずランプレーから入ります。ランニング枠1番に託しまして、右オフセンター付近をつきましての中央突破、これがブロッカーのブロックもありまして約7ヤードのゲインとなっています。本日広島大学はランニング枠1番吉村のランプレーにその試合を託しているようです。江名高校出身の3回生。広島大学セカンドダウン3。成功。ここでパスプレーに転じました広島大。レシーバー手前にいました92番がジャックルしましたが、これを後ろにいたレシーバーキャッチしまして、このパスは成功しています。着地するまではレシーバーのキャッチすることは可能であり、そのパスは成功となりますと、もちろんパス成功になります。結果的に攻撃権更新となりました。広島大学ファーストダウン10。広島大学の攻撃回数は1回目に再び戻ります。広島大学相手陣14ヤードからのファーストダウン10。これは山口大学ナイスカバー。ここで奥に投げると見せかけ手前にいるレシーバーに対してパスを投じました広島大。
何枠1番のキャッチランドランにかけましたスクリーンプレーでしたが、これはしかし山口大学のディフェンスライン88番でしょうか、素晴らしい対応をしましてこのプレー止めております。88番は小山、向ヶ丘高校出身の1回生。広島大学セカンドの攻撃はランプレーとしました。ランニング枠1番にトスをして左オープンへのスリープレー、相手ディフェンスをなぎ払うようなブロックを使いまして左オープンを吐き進めるように突破しようとしましたが、しかしそれを漏らす形で山口大学切れ込んでこのランプレー1ヤード阻止して1ヤードで阻止しております。広島大学3回目の攻撃に移ります。広島大学サーダウン9、攻撃権更新、必要距離は9ヤード。成功、タッチダウン。ここでクォーターバックは左に走り込んだワイドレシーバー13番にパス、13番、カバーされていましたが見事に振り向けざま、これをエンドゾーンでキャッチしました、タッチダウン。広島大学6点獲得となりました。広島大学背番号13番、見事タッチダウン取りました。広島大学13番は薮内、清風高校出身の4回生でした。そして広島大、ここでトライ4ポイント、タッチダウンとのワンプレー、トリッキーなフォーメーションを取ります。2ポイントコンバージョン、さあそしてシフトした、キックフォーメーションに変えます。ここでホイッスル、フィールド上に黄色いウエスが落とされています。イエローフラッグ、反則が発生しました。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーをしなかったという反則です。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーをしないと5ヤード抜退という形になります。投げられました。従いまして広島大学5ヤード下がりましてのトライ4ポイント、タッチダウンの後のボーナスのワンプレーです。このプレーでエンドゾーンに持ち込むと2点、ボールをプレースキックをゴールポストに蹴り込むと1点さらに加点となります。このキック見事決めまして1点追加、広島大学7点、山口大学0点。まず広島大学がタッチダウンで先制を上げる形に成功しました。アメリカンフットボールは得点パターンは大きく分けて2通り、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴール、エンドゾーンにボールを持ち込むタッチダウンの2通りです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。タッチダウンはこの後にもう一つボーナスプレーが加われており、ここでエンドゾーンにボールを持ち込むと2点、キックを決めますと1点さらに加点となります。これと自陣のエンドゾーンで倒される自殺点の2点のパターンがあり、アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けと2点、3点、6点、7点、8点の5通りです。この足し算により引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして先ほど得点を挙げました広島大学のキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を上げた側がキックオフをし試合を再開します。さあそのキックオフしました、先ほどトライ4ポイント決めましたキックオフキッカー73番の川上が務めます。高梨高校出身の3回生。さあ山口大学リターンに入ります。リターナー99番中央切れ込みまして自陣35ヤード付近からの攻撃位置を確保しました。見事なリターンをしましたのは山口大学99番のオコン、山口高校出身の2回生。さあ先制を先に許す形になりました山口大学ですが、この攻撃シリーズを生かしこの状況を打開することができるでしょうか、あるいは広島大学ここを封印しまして優位なまま攻撃権を得ることになるでしょうか。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。スナップ前の反則です。交代班オフェンスワイドのペナルティでダウンを繰り返します。オフェンスの反則です。交代班、フィールド上に12人いました。アメリカンフットボールは選手登録そのものに制限はありませんが、フィールドの中は11人以下と決まっております。
11人以上ですと反則となりまして5ヤードばったりとなります。従いまして山口大学5ヤード下がりまして自陣32ヤードからファーストダウン15、この状況からの反撃に入ります。ナイスパスカット、パス不成功。山口大学まず中央に切れ込んだレシーバーにパスを投じましたが、これを広島大学21番がパスカット、パスを封じましてパス失敗としました。見事なパスカットを決めましたのは広島大学21番の湯江、佐賀西高校出身の2回生。山口大学2回目の攻撃に移ります。自陣32ヤードから山口大学セカンドダウン15、さあここで中央へのランプレーを投入します。ランニーバックに託しまして中央突破を図りました。しかしこれは広島でのディフェンスも集まりよく、ゲインは2ヤードほどにとどまっています。山口大学サードダウン3回目の攻撃に移ります。山口大学サードダウン13、さあ攻撃権更新、必要距離は13ヤードの厳しい状況、突破なるでしょうか。さあまだいっている、ビッグゲームファースト、クォーターバック4番、ここでロングパス中央縦に切れ替わりました。ワイドレシーバー10番にパスを通しまして10番そこからキャッチアンドラン、大きく援しまして攻撃権更新です。山口大学ファースター、ここでウォーターブレイクが入ります。素晴らしいパスがここで一つ決まりました。大きなゲインとなっています。見事なパスを通じました山口大学クォーターバック4番は中田、京都高校出身の4回生。取りましたワイドレシーバー10番木下は池田高校出身の2回生です。不利な状況にありました山口大学、見事なパスによりまして一気に状況を打開しました。相手陣深い位置に入りまして現在ウォーターブレイクに入っております。アメリカンフットボールはその試合の天候状況によりまして審判団の判断によりクォーターの半分のタイミングでタイムアウトを取ることが許されています。本日はまだ残暑厳しい状況ということもありまして熱中症対策としてタイムアウトが入っている模様です。チャット内のメッセージありがとうございます。YW 様ナイスタッチダウン、先ほどの広島のタッチダウンですね、まず先制を決める形に成功しました広島大学にエールのメッセージがありました。ぜひ皆様も応援メッセージをお願いしたいと思います。さあ試合再開となります。山口大学相手陣14ヤードの絶好の位置からのファーストダウン10、さあここでランプレーに入ります。ランニングバック9番に突走しまして左オープンへのスリープレー、ブロッカーが相手陣をなぎ払うようにその道を作りまして左オープン展開し約7ヤードのゲイン、素晴らしいラン決めましたのは山口大学の99番のウコン、山口高校出身の2回生。山口大学セカンドダウン3、パス不成功。ここでクォーターバック4番一気にエンドゾーンへのタッチダウンパスを投じました。しかしこれは広島大学のパスカバーよくパス不成功に終わっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。山口大学サードダウン3、ボールオンは相手陣8ヤード、ここでホイッスル。チームタイムアウト、山口大学。
前半1回目。ここで山口大学前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。まずは山口大学、ここをようどころと見ましたが、ここで1回目のタイムアウトを取りました。本日の広島広域第二球技場は非常に好天に恵まれております。空は秋晴れ漂う雲がみなぎっておりまして、非常に試合に望ましいコンディションになりつつあります。さあ、タイムアウト解けまして、まもなく試合再開となります。ボールオンは相手陣8ヤードの絶好の位置から広島で、失礼しました山口大学サーダン3で試合再開となります。さあ、この作戦タイムでどのような策を講じたでしょうか。パスカット。ここで右奥に走り込んだワイドレシーバー10番にパスを投じました。浮かせたパスで10番のサイズを生かしたその高さにかけましたが、このパスを見事広島大学31番がパスカットしまして、パス成功。広島大学フォースダウンに、山口大学フォースダウンに変わります。失礼しました。ここでペナルティ発生です。先ほどのそのパスカバーにおいて反則が発生しました。ボールが宙に浮いている間に相手に接触するパスインターフェアランスの反則がありました。これによりまして、先ほどのプレー自体に反則がありましたので、反則がエンドゾーン内にありましたことで相手陣2ヤードの位置まで攻撃は進んだ形になります。その位置からの攻撃がリセットされ1回目に戻っておりますので、山口大学相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴールで試合再開。さあ、絶好の位置を得ました山口大、どうするか。タッチャー。ここでパスプレーに出ました。クォーターバック4番、左にすぐに展開した10番にすかさずパス。10番それをキャッチし、そのままエンドゾーンに飛び込みました。タックル受けましたが、それを跳ねのけエンドゾーンに飛び込んでタッチャー。山口大学6点獲得となっています。そしてタッチャーの後のワンプレートライフォーポイント、山口大学まずキックで同点を狙います。このキック見事決めまして、山口大学1点追加、山口大学7点、広島大学7点、同点となりました。見事な判断でタッチダウン決めました山口大学。10番は木下、池田高校出身の2回生です。このリーグでは非常に貴重なアメリカンフットボール経験者がここで素晴らしいその経験を生かしましたタッチダウンを取りました。 M 様、ナイスのメッセージありがとうございます。双方ともにその持ち味を生かした攻撃が実った形で、それぞれお互いに点を取った状況になっています。中四国の強者にふさわしい非常に高度な戦いが始まっています。山口大学のキックオフで試合再開となります。広島大学リターンに入った。このリターンは広島大学陣35ヤードを超えた地点からの攻撃位置を確保しております。リターナーは広島大学の31番の辻村、トラヒメ高校出身の1回生、1年生とは思えない素晴らしい果敢なプレーでした。トラヒメ高校はアメリカンフットボール部があります高校でもあります。広島大学自陣34ヤードからのファーストダウン10。
まずここでオプションプレーを展開。オプションプレーはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択のプレーですが、ここはまずランニングバックに託しました。ランニングバック1番ピッチを送りまして右オープンを展開し、約6ヤードから7ヤードのゲインとなっています。ランニングバック1番は吉村、恵那高校出身の3回生。塚地様、Y 様、メッセージありがとうございます。ぜひ選手たちへの応援とエールをお願いしたいと思います。広島大学セカンダウン4、ボールオンは自陣40ヤード。ナイスラン、ファーストラン。今度はランニングバック1番にハンドオフし、中央突破を図りました。1番右オフタックル突破しまして攻撃権更新です。広島大学ファースター、外そして中を巧みに作るランプレーで広島大学は陣地挽回を図ります。ランニング枠1番は吉村、恵那高校出身の3回生。広島大学ファースターアンテン、ボロンは自陣48ヤード。パス不成功、パス不成功です。ここでクォーターバックは一気にロングパスを投じました。陣地挽回を図るようなエンドゾーンを狙うロングパスでしたが、しかしこれは山口大学見事にパスカバーをしまして、パス不成功に終わらせています。広島大学ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。セカンドダウン残り10ヤードです。広島大学セカンドダウン10。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。イエローフラッグが上げられました。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤードバッタイします。ディレイオブゲームです。フィールドの両端のプレイクロックがゼロになる前にプレーを開始しなければ遅延行為の反則となります。広島大学5ヤード下がりまして自陣43ヤードからセカンドダウン15。ナイスディフェンス。ここで選択したのは中央へのランプレーでしたが、これを読んだか山口大学51番見事なチャージをしまして約3ヤードロスを奪っています。広島大学素晴らしい対応をしましてロスタックルを決めましたが、山口大学51番のプレイヤー素晴らしい反応でした。砂原、八幡高校出身の2回生です。広島大学サードダウン18。パス不成功。ここで広島大学はパスで打開を図りましたが、このパスを山口大学99番見事にパスカットしましてパス不成功。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。しかし見事なパスカットでした。素晴らしいパスカットしましたのは99番のウコ、山口高校出身の2回生。広島大学フォースダウンと変わります。Thank you.
試合再開です。広島大学フォースダウンロングパントフォーメーションを選択します。パンター81番の松岡、さあ陣地どれほど挽回なるでしょうか。ナイスパン、サイドライン際に蹴り込んだパントは見事なバウンドでそのラインを沿うように駆け上がりまして、そのパント広島だ、山口大学陣10ヤードを超えたところで止まりました。この位置での攻守交代となります。見事なパントとなりましたのは広島大学のパンター81番の松岡の見事なパントから生まれました。松岡中央高校出身のプレイヤーです。失礼しました、松山中央の出身のプレイヤーです。さあ陣地さらに深い位置に戻されましたが、山口大学自陣9ヤードからの攻撃に入ります。山口大学ファーストダウン10、まずランプレーから入りました。何枠99番ハンドオフ託され中央突破、しかし広島大ディフェンス集まりよくゲインは2ヤードほどにとどまっています。何枠99番はウコン、山口大学セカンドダウン8、ボールオンは自陣11ヤード。さあここでフルバックに託しました。中央へのダイブプレー、フルバックの81番その対抗を生かしまして約7ヤードのゲインとしています。山下選手中央をつきました、中央をつきましたランニング枠81番は山下、豊富高校出身の4回生。山口大学サードダウン残り1ヤード、成功、ナイスパスカット。ここでクォーターバックは右に展開したレシーバーにパスを投じました。しかしこれを広島大学ディフェンスラインが素晴らしいチャージ決めましてパスカット、パスをはたき落とし、パス不成功としています。フォースダウン残り1ヤードです。山口大学フォースダウンに追い込みます、追い込まれます。山口大学フォースダウン残り1ヤードでパントフォーメーションを取ります。これも素晴らしいパントです。カメラ追いず失礼いたしました。自陣深い位置からのパント、山口大学陣25ヤード付近でボールデッドし、この位置での攻守交代となります。ここで第一クォーター終了です。第一クォーター終わりまして山口大学7点、広島大学7点、同点で第二クォーターに移ります。